ジェームス・ジョセフ・デントナは、アメリカ合衆国、コネチカット州出身の元プロ野球選手。性は、断頭な、デアントーナ、ディアントーナと表記されることもある。ウェイクフォレスト大学では通算で打率、354、58本塁打という成績を残した。2003年には SEC で、超打率、本塁打、打点の3部門で、トップになった。 この年の MLB ドラフト2巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名されて入団。この年は 1A アキまでプレー、70試合で15、本塁打を放った。またショートシーズン 1A オールスターとノースウェスト、リーグオールスターに選出された。2004年は 1A ランカスターでプレーし打率、315と結果を残し、シーズン終盤には 2A ルパソに昇格した。 2005年は 2A テネシーでプレーしたものの、打率。249.9本類だと低迷した。2006年は再びテネシーで過ごしたが打率。312と復調した。2007年には 3A 通村に昇格した。2008年は、肖像類種として、開幕2ヶ月半で4割近い打率を残し、オールスターフューチャーズゲームに選出され、 3A のホームランダービーでは、トリプルオーバータイムの末にデトロイトタイガース参加のマイク・ヘスマンとの対決を制した。その後、メジャー初昇格し、7月22日にメジャーデビュー。初打席でメジャー初ヒットを放った。再びマイナーに降格したものの9月のロースター、拡大時に、再び昇格を果たした。同年は、リーグ2位の打率。 365、21本、79打点の好成績をマーク。日本の3球団が競合したが、かつてヤクルトでプレーをしたジャック・ハウェルが、アリゾナダイヤモンドバックスのフィードコーディネーターを務める縁もあり、移籍を決意し11月24日に、アリゾナダイヤモンドバックスは、デントナの放出と東京ヤクルトスワローズへの移籍を発表し、11月28日に、 ヤクルトが獲得を発表した。2009年春季キャンプ開始直後は一軍キャンプに帯同していたが、来日前に手術した膝の回復が遅れたため、しばらくは試合にも出ず調整を行っていたが、オープン先週版に一軍に合流。出場数こそ少なかったが打率46。464の成績を残した。三塁一種に、 宮本信也が定着しているというチーム事情や昨季 3A での三塁守備率が904という守備難もあり、ヤクルトでは一塁手としての起用となった。開幕戦から4番に定着、開幕数試合こそ打ちまくったものの、すぐに日本野球への順応に苦しみ始める。ストレートに振り遅れ変化球に対応できないという状況が続き、一時は打率を。 230台まで下げ、打順も7番にまで落とすなど不振を極めた。しかし交流戦中盤頃から調子を上げ、交流戦6月20日の西部戦で来日初のサヨナラ打を放ち、さらに7月は月間打率。416という活躍で7月の月間 MVP を獲得した。 しかし8月12日の横浜戦で左太もも裏の肉離れを発症し、翌日から登録抹消となる。8月29日に一軍に復帰するも、左太もも裏が感知していないこともあり7月のような活躍を見せることはできなかった。しかし最終的に打率27、276.21HR83、打点を記録、試合を決める一打や、 ホームランを多く打ちチームに大きく貢献した。また、クライマックスシリーズ第一戦の中日戦では、逆転となるホームランを放ち、この試合の勝利に貢献した。不安視されていた守備は連携プレーでミスを見せることもあったが、補給面は体の柔らかさを生かしたグラブさばきを見せた。 2010年は開幕当初こそ打ちまくったものの4月以降は極度の不振に陥り、さらに途中加入の女子ホワイトセルの活躍によって、スタメンを外れ代打に回ることが多くなった。7月には一時登録を抹消され、シーズン終盤には出場機会を増やすために外野守備に挑戦するなどしたが、最終的に99試合に出場し打率。 245.15本塁打、50打点という成績で、チームの前半戦低迷の一員にもなった。また、対左投手の打率が、367に対し、対右では、175と、右投手に対しては極端に相性が悪かった。翌年以降の契約については、監督の大川厚氏が、 ホワイトセルトの併用という形での残留を希望するなど挙手が注目されたが、11月18日に、ヤクルトは、右打者の新外国人、ウラディミール・バレンティンを獲得、同時に、デントナとは、来期の契約を結ばないと発表した。2011年1月12日、フロリダ・マーリンズとマイナー契約を結んだが、同年2月17日に解雇された。ヤクルトでは一だが、 マイナー時代の2006から2008年には、保守として31試合の出場経験があり、監督の高田茂は、不測の事態の場合に、デントナを保守として起用することを表明していた。本人も了解しており、自主的に保守の守備練習もしている。ありがとうございます。